仙台ハイランド。仙台ハイランドは、宮城県仙台市西部の山間に過去に存在していた、遊園地、ゴルフ場を中心とした複合レジャー施設である。2014年9月までサーキットの営業、2015年8月まで遊園地の営業、2016年11月までゴルフ場の営業が行われていた。また、いつ頃まで営業を行っていたのかは定かではないが、 西仙台ハイランドスキー場という名称で、スキー場の営業と、陶器以外も利用可能な人工スキー場の営業が行われていた。開業当時は、所在地住所が仙台市ではなく、仙台市の西に隣接する宮城郡宮城町であったため、西仙台ハイランドという名称であったが、合併により宮城町が仙台市に編入された後に、施設名を、 仙台ハイランドへと解消した。青幕と大白区を分ける尾根城で両区にまたがる敷地を持つが、所在地は青幕新川早坂12である。大白区側からは道路副員教唱であり、普通車クラスまでしか通行できないため、青幕側、国道48からのアクセスが一般的だった。積雪地区にあるため、冬季閉鎖期間があった。 例年3月中旬から営業期間に入り、遊園地は11月末、ゴルフ場は12月下旬まで営業していた。かつてはサーキットの営業を行っていたが2014年9月15日付で終了。さらに、遊園地も利用者の減少や遊具の老朽化のため2015年8月30日で閉園した。跡地は売却される見通し。 そして2016年11月には、ゴルフ場の営業を終了した。南東北遊園地協議会加盟の遊園地、ヤギ山、ベニーランド、仙台市及びリナワールド、山形県上野山市との間で共通サービスがあった。観覧車は、投資施設閉鎖後に、楽天山パーク、ネーミングライツ券により現在の名称は、スマイルグリコパークに移転し改修され現在も、 稼働している。フェアウェイが広いため視野はいいが、フェアウェイ上に点在する松の小立ちのために攻略ルートが限られる難コース。メインコースでは、県内にあるスポーツランドスごと同じく山を開発したため高低差のあるコースだが、それに加え仙台ハイランドはタイトなコーナーが連続する中速サーキットとされる。また同レベルの他サーキットに比べ、U が低く、タイヤ戦略が難しい。 2007年にはコースの舗装が一部改修された。1994年から1998年まで全日本 GT 選手権が行われ、1987年から2007年まで全日本海産選手権が数回行われた。2007年以降ではスーパー耐久レース以外には大きなイベントがなく、コースレベルの割には年間を通して、 スケジュールに余裕があることや、仙台市中心や IC からのアクセスが良く、宿泊性も整っているため、走り込みたい、個人以外にもモータースポーツライセンスの講習会や、小規模のイベントが開催しやすくなった。また日産が、日産、GT-R の国内テストコースとするなど、カルロスゴーンも察しに来たことがある。国内メーカーが、テスト車両やタイヤの開発に利用していた。 日本で唯一 SS1、4マイルが計測できる常設ドラッグコースが常設されていた。2011年3月の東日本大震災、2012年の爆弾低気圧でコントロールタワー等の施設が大きなダメージを受け、以後スーパー耐久等の大規模、レースイベントの開催を自粛し、小規模な総行会イベントなお中心に運営を続けていた。 またコースの一部が崩落するなどの被害もあったが、これは補修された。最終的に2014年9月15日付で、サーキットの営業を終了することになった。後地は、メガソーラーの建設が予定されている。1987年には、世界スポーツプロトタイプカー選手権、WSPC が開催される予定だった。開催基準を満たすために、国際自動車連盟、 FIA 及び日本自動車連盟 JAF の査察を幾度か受け入れす回収作業を行ったが最終確認時に開催基準を満たすことができず開催一週間前に断念した最寄り駅であった JR 仙山線西仙台ハイランド駅に到着後に投資施設に電話連絡をすると無料で駅と施設間の送迎をしてくれるサービスがあったため 自動車を運転することが不可能な中学、高校生でも保護者の同伴なしで施設を利用することが可能であった。しかし、JR 仙山線を山形方面にさらに数駅行くと、東スキー場より施設の規模が大きく積雪量が安定していて、雪質も良い山形県の面白い山高原スキー場があり、その最寄り駅である面白い山高原駅のホームはゲレンデに直結していて、 利便性が格段に良かったため、当時の宮城県の学生たちは、トースキー場よりも面白い山高原スキー場を選択することが多かった。現在宮城県のスキー場には一つも存在しないハーフパイプ設備が存在した。陶器以外も利用可能な人工スキー場の営業も行われていた。レースウェイの建物やサーキットの路面は撤去、除去されたが、 その際に発生した産業廃棄物は適正に処理されずに仙台ハイランド敷地内に不法投棄された。2017年9月20日、宮城県警は解体業者など関係先の家宅捜索するとともに同月25日不法投棄箇所の掘削する捜索を行っている。JR 仙山線には解説当初の名称を冠した。 西仙台ハイランド駅が存在していたガリンジ駅で、ある上に2003年10月から全列車通過駅となっており2014年3月をもって廃止されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。